さあ今日はファームで武田健吾選手にお話を伺います。はじめまして。はい、はじめまして。はい、今シーズン始まりましたが、どうでしょう、今年の目標なんかは。今年の目標、まあ、1軍に上がって活躍することと、まあ、ホームランを打ちたいなと思います。その目標を達成するために日頃こう気をつけていることだったり練習していることとかって、今どんなことをされてるんですか。まあ、練習中から試合を想定して意識してバッティングしたり、走塁守備も全部意識してやってます。そして今の武田選手から見て、周りのチームの雰囲気っていうのはどうでしょう。そうですね、やっぱりファームは連勝を今してて、まあ、みんな打ってて守れていい感じだと思うんで、引き続きまた頑張っていきたいなと思います。私も今日来てみたらすごく皆さん明るい感じですね。そうですね、はい、アットホームで、はい、この中心人物というのは誰なんでしょうか。中心人物、いつもこう盛り上げてくれる宮崎さんじゃないですかね。やっぱり面白いし、声かけてくれたり、そういうのを見習って。なるほど、はい。さあここからは教えてバファローズということで、はい、この丸と×のフリップを使って、はい、武田選手にいくつか質問を答えていただきたいなと思います。はい、お願いします。はい、それでは早速、まず第1問。日頃必ずするルーティンワークがある。ルーティン、はい。丸、生まれ変わってもプロ野球選手になりたい。はい、丸、褒められて伸びる方である。はい、丸、今欲しいものがある。ないです。バツ、はい、結構綺麗好きな方である。そうでもないです。うん、はい、周りから呼ばれているあだ名がある。あだ名、あだ名ないです。バツ、はい、お守りとして普段から大事にしているものがある。あります。丸、はい、気持ちの切り替えは早い方だ。はい、丸、一人焼肉も平気である。はい、丸、丸が多かったですね。ありがとうございます。多いですか。はい、まず、はい、ルーティンワーク。ルーティン、試合始まる前に、ま、守備ついてお願いしますっていうその一礼することが始まります。はい、それは、ここホームでも。そうですね、もう、はい、どこでもそれは意識してやってます。そして、生まれ変わってもプロ野球選手になりたい。丸、なりたいです。はい、こう生まれ変わってまた第2のプロ野球人生を歩むとなったら、はい、こうポジションはピッチャーです。ピッチャーピッチャーやりたいですそうですか。はい、ね、いろんな、ね、あのポジションも気になりますよね、どんなのかって。そうですね、はい、そして一人焼肉も平気、丸いただきましたが、はい、普段からご自身一人でご飯食べに行くこともあるんですか。たまにお腹減ったら車でラーメン食べ行ったりとか一人でしますね。うん、ちなみにチームメイトでは誰と一緒にご飯行くのが多いでしょう。すすみさんで、T さんもよく、はい、一緒させてもらって、はい、同期のメンバーとかで行くときだったらこうお会計とかはどうなるんですか。僕同い年いないんですよ。いないんで、まあ、払ってもらうか後輩って言ったら僕が払う。そうなんですね。はい、ちなみに今最近一番最近であの一緒に外に出かけた選手って誰。いつだろう、つつみさんとかはもう、うん、結構しょっちゅう行きますね。そうなんですね。はい、武田選手から見て堤選手ってどんな方ですか。どんな方、面白くていじめがいがあるなるほど本当面白いです。こう何か相談事するときとかも。そうですね、何でも堤さんには話しますね。そして、はい、お守りとして大事にしているものがある。はい、丸、はい、何を持ってるんですか。プロ入った時に家族とかからもらったな大きい野球ボールにメッセージを書いてあるんですよ。はい、それは大事に取ってありますね。じゃ あ, あのなんか落ち込んだ時とかそれ見たりとか。そうそうそうです、見て元気出したりとか。やっぱり
その他にもファンの方からの、そうですね、たくさんいただいて本当ありがたいです。ファンレターとか、そうです、見てます。どういったタイミングでいつも見張るんですか？もらっても寮帰ってすぐ見て、とか、まあ、部屋に帰ってゆっくりしてる時とかに、まあ、読んでありがたいなと思います。もうずっと大事に取って。そうですね、はい。こうファームでいつもこう毎日のように応援しに来てくださるファンもいると思うんですけれども、はい、そういったファンの方の顔ってやっぱり覚えますか？覚えますね。やっぱりよく来てくださって、その声かけてくれる方はやっぱり覚えます。力になりますかね？力になりますね。ありがたいですね。ありがとうございます。はい、そんな武田選手の力の源でもあるファンの皆さんに最後へ、メッセージ、はい、そして今後の意気込みなどもお願いいたします。はい、少しでも早く一軍に上がって活躍している姿を見せれるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今後も期待しています。ありがとうございました。武田健吾選手でした。